さあ黄金カード試合に先立ちまして、日本テレビ、札幌テレビ並びに番組のスポンサーから豪華な今花束が両軍団に渡されました。全日本軍団エースチーム鶴田タイガーマン、高見軍団安中のチーム、日本勝負を行います。我が子が一息だ、あと一息、ジャパン軍の2番手中野真一、成長しました、ニューリーダーへ完全に仲間入り、安吉明、もうこの7番3勝3敗男になりました。タイガーマック白龍コンビ以上のチームにしてみせる、タイガースの名コンビに躍起となっています、ジャンボ鶴田。さあこの取り組み、夏の大会に山田さん共に両軍完全燃焼しただけにですね、この勝負一つこのベストバウトに期待したいですね。そうですね、そうなる可能性をね、十分に秘めてる対決ですね。そうですね、で鶴田選手とタイガーマスクのチームは非常にもう安定してきてます、はい、非常にタッチワークもいいですし、共に実力もあります、はい、で一方のね、八津選手と中野選手のチーム、これは中野選手が急上昇を続けてる、この辺にちょっと試合の鍵が出てきそうですね。そうですね、さあ若手同士の対決から始まりました、中野対タイガーマスクであります。まあこの勝負両軍団に言えることではありますが、共にあの天竜原同盟と熱い戦いをやってのけました。そして天竜原の激しい挑発に対応して目いっぱいのファイトを連日展開しました。そして両軍ともに予想以上のインパクトをあの天竜原の反乱軍に叩きつけたわけでございます。このシリーズを まとめますとそういうことになりますよね。そうですね、はい、まあそのいわゆる原天竜チームも、この一戦を熱い眼差しで見てるでしょうから。そうでしょうね、彼らのその思いにですね、ぶつけるためにも、はい、両チームは今日激しくぶつからなきゃなんですね。そうですね、この全日本プロレスのマットに新風を吹き込んだ天竜原選手は、俺たちが燃えれば相手も燃えるんだとばかり、まあ、理想的な熱き戦いを望んでいます。しかしもっとヒートアップする、俺たちについてこい鶴田軍団、安軍団、こういう風に呼びかけています。さあタイガーマスクから今度はジャンボ鶴田につながれました。相手は中野真一であります。中野の成長を認めたのがこのジャンボ鶴田であります。思い切って弾丸砲のドロップキックを打ったことがありました。これですこれがジャンボ鶴田が驚いたドロップキックでした。あれで本当に自信を持ったのは中野でしたね。そうですね、ですから今日はね、その中野選手のドロップキックと、はい、タイガーマック選手のドロップキック、この打ち合いが一つの見ものですね。そうですね、そしてまた共にジャンプ力がありますからね。そうですね、この勝負もまた旭川のお客さん熱い眼差しで見つめています。安対鶴田であります。共にこのシリーズ3ハンセンと猛烈なファイトを展開いたしました。安選手はあのハンセンの PW ヘビー級に挑戦、7月19日誕生日決戦、結果は両者リングアウト。この勝負ハンセンが安の、監獄固めに恐れをなしたと、そういうような印象でございました。そしてジャンボ鶴田はハンセンの挑戦を受けましたインターナショナルヘビー級の防衛戦 7.22 札幌決戦。この試合は両者が負傷をかばいながらの対決で、燃焼しきれずハンセンの反則負けと、こういうことになっております。さあその間にタイガーマスクが出てまいりました。タイガーとジャンボ鶴田がハンセンデビアスからベルトを奪いましたからね。そうですね、そういった意味でね、はい、タイトルマッチも多いシリーズだし、いろんな波乱もありました、はい、その波乱の中から一つずつまた自信をつけていく、ですからこのシリーズタイガーマスク選手はいろんな意味で自信つけたと思いますよ、はい、山田さんお聞きしたいんですが、ハンセンデビアス組を相手にしての比較、ジャンボ強さタイガーマスク組とヤツ中野組の比較は言えますか。これはね、やはり1枚ね、鶴田タイガーマスク組の方が上だと思いますね。そうですか、はい、それから井上ときめく天竜原組との対決での両軍の比較はどうでしょうか。そうですね、これはね、八津選手はねかなり燃えてましたからね、はいはい、そういう意味では、ちょっとそっちの方に軍配を上げたいような気もしますね。あ、そうですか、
さあ鶴田軍団タイガーマスクを捉えました。さあダブルの攻撃であります。この合体殺法が冴えています。このシリーズやっと中野であります。中野が本当に良くなりました。ハンセンデビアスに挑戦したあの時の中野というのは素晴らしい。そうですね、あの若さっていうのはね、ああいう形でね、はい、突如として出てくるんですね。そうなんですね。ですから若さの持つその本当に不思議な魅力、これはねどこで出てくるのかわからない。しかし本当に突如としてああいう形で出てくる、全くもう無限の力ですね。そうですね、まあ、体力を気力でカバーする無限の力、まあ、危険を覚悟で玉砕戦法でいくというその度胸の良さがありますが、さあ相手はタイガーマスク。いや素晴らしいドロップキックですね。あのね、今のタイガーマスクのドロップキックの仕方、これもねあの若い頃のパッドコーナー、はい、似てるんですね。そしてジャンピングにパッド鶴田、行きますね。だけど中野選手も黙ってないでしょう、ね、ほらドロップキックのお返しになってますよ、はい。さあ鶴田とこのタイガーマスクの素晴らしい連携が見られました。それぞれ空を飛ぶんです。素晴らしい連携です。鶴田とタイガーマスク、鶴田の登場でありますが、突進するジャンピングに、これはうまく中野がかわしたようだ。さあ右の膝を打ちました。そしてヤス選手にタッチであります。赤コーナーに連れてまいりました。そうですね、参りました。さあヤスが飛び込んでまいりました。やはりヤス選手のニューリーダーの仲間入りということで、山田さん一つお聞きしたいんですが、ゴング氏にニューリーダー論を書いてますが、最終的にはこのジャンボ鶴田に軍配を上げたいと山田さんこう書いてますがね。そうですね、それはねあのプロレスラーとしてもですね、はい、何での可能性ということで私はそういうふうにですね、考えております、はい。ですからまあもちろん統率力も大事だし、はい、その革新的なね、ものの考え方も大事だと、はい、思うんですが、やはりプロレスの世界のリーダーです、ね、プロレスラーとして最高のものを持っている人というふうに私はまあ考えてある、はい。山田さんはまあ本物の人で、本物のレスラーがお好きなんじゃないですか。そうですね、まあどちらかというとそういうことになりますね、はい。ただね、私はみんなあのニューリーダーと呼ばれる人たち、それぞれが素晴らしいものを持っていると思います、はい。それで今回のその天竜選手のリボリューション、革命ですね、これによって鶴田選手が全く変わってきましたね、はい。鶴田選手のいい面がどんどん出てきてます。なるほど、これはやはり天竜のお金ですね。そうですね、そして今戦っている安選手がそのニューリーダーの仲間からちょっと外されてはいましたが、このシリーズで確実にニューリーダーに入ったでしょう。もちろんそうです ね、あの力からいけば、はい、そう呼ばれても不思議がないわけです。そうですね、はい。さあ再び旭川大会の決戦だ。鶴田と安義明、さあ激しくやり合う。さあニューリーダーリューダーシップを取るのはどちらか。ドロップキック安義明が打ちました。さあちょっとジャンボ鶴田に堂々とやり合っています。安であります。内角線上に投げて今度はエルボーを打ちました。鶴田の顎がガクーンと下がります。そしてコーナーに連れてきて中野にどうやらおっと、いやダブルの攻撃であります。このダブルの攻撃が非常にグレードアップしましたね。山田さん、あの息がね、これほど合ってるチームともちょっと珍しいですね、はい。そうなんですね、これだったら流言法にもおそらく通じるでしょう。おお、豪快なバックドロップ。中野腰が強いですね、あの低い姿勢から思い切ってね。そうですね、たくさんなるバックドロップ。そして正面からもうこれは本当に危険な技です。もうじーっと鶴田が待っておりますので、非常に危険覚悟でありますが前に進みます。さあ、あっと、やはり痛めつけられます。しかしこれでいいんですね。いいんですよ。どんどん上にのし上がっていく青年、はい、レスラーというのはこれじゃなきゃいけませんね。もう鶴田選手はね、あれぐらいな力を持ってるのは当たり前ですからね。そうなんですね。さあ今度はローリングクラッチホールド、ガンガンいきます中野。この中野選手は本当に素晴らしいファイターであります。いい選手に成長してまいりました。さあ再びジャンボ鶴田と中野でありますが、さあタイガーマスクを呼び込みます。相手が合体殺法なら鶴田タイガーチームも息の合ったあうんの呼吸。さあヘビー級の飛べるレスラー、4次元殺法のヘビー級レスラー、さあタイガーマスクここは見せるでしょう。本当ラリアットですか。そうですね、はい、フライングラリアットになりました、はい。でもちょっと浅い感じ、ちょっと浅い感じですね、フロントからの攻めであります。体がね、気になる技は何でしょうか。右の方に逃げてましたね、あのテッドデビアスに快勝した。さあダブルの攻撃だ。さあザ・ゴードウォーリアーズ並み、素晴らしい勢いで中野にそのまま抑え、おっとカウント3までは入りません。カウント3までは入りません。中野よく頑張った。中野よく頑張りました。鶴田タイガーマスクのタイガー合体殺法に変えました。今度はジャーマンスープレックス
ホールド、鶴田真由がやりますね、中野も。いやー、相手の得意なのはね、あそこで出してくる、タイガーマスクが度胸の良さですよ。テッドデビアスを捉えたのは、あの豪快なジャーマンスープレックホールドでありました。中野がそれを打つんです。素晴らしい勝負になってまいりました。これはもう死へ誘います。ヤツ中野のジャパンプロレスセンターお家芸のダブルの攻撃だ。さあパワースラム、やはり力は上か、ヤツが上か、抑え込んだ抑え込んだ、タイガー返すか、返した返しました。ノート7番勝負では完敗を喫しましたが、今テッドデビアスを破ったタイガーマス、あの時の力とは違いますからね。そうですね、互角に戦い、互角に戦い、もう一度ヤツ選手とは戦ってみたい、今なら今なら僕なら熱い戦いができるとタイガーマスクは言っています。さあ今度はジャンボするとが出てまいりました。好勝負になってまいりました。旭川大会山田、ま、いい勝負ですね。そうですね、肘打ちが入ってますね。肘打ちが入ってますね。いってますよ。さあ両者の打ち合い激しくなってまいりました。お客様も興奮、今まで比較的おとなしく見ておりました北海道旭川のお客様でありますが、エキサイトの大拍手を送っています。さあやはり一流の選手同士の対決というのはさすがに幅が広い。さあやっとジャンボ鶴田がリングの外、放送席を狙います、放送席を狙います。鶴田とやつ、そして一旦リングの中に再び入りました。激しい両選手の葛藤であります。さあものすごい勝負になってまいりました。さあ中野がこれにカバーに入ります。いい勝負になっています。さあもうどちらも負けられないというこの気力がもう十分でほとばしてますね。そうですね、本当に予想通りのね、好勝負ですね。そうですね。さあ再び中野とタイガーマスクだ。さあまたロープを思い切って飛ばしました。そしてロープの、これは相打ちだ、これは相打ちだ。タイガーは何を狙ったんでしょうか。いやちょっとね、今の角度でわからないですね、中野が下から潜り込んで何か突き上げるような感じがしましたが、相打ちになってしまいました。技は崩れてはおりますけれども、両者の激しいぶつかり合い、これは非常に頼もしい。空中からヘッドバットを打ってまいりました。いやそろそろ空中弾を出してまいりますね。そうですね、相手のね、中野選手もかなりジャンプ力のある選手ですから、さあそれ以上のものですね。タイガーマスクと中野までの距離は6メートル、これが当たった。ミサイルキック、さすがにヘビー級の四次元殺法、タイガーマスクのキック力は違います。そしてやっと鶴田、やっと鶴田、さあ一度主力の対決だ。さあ早くこの2人の1対1の対決もう一度見たいですね。さあやつがエルボーを打った、また対角線上に追いかけるブルドッキングヘッドロック、やつも負けていない。さあ鶴田起き上がれ、そして貫禄がためだろ、貫禄がため、さあもう1回貫禄がためだ。さあ伝家の宝刀を抜きましたやつ吉明、さあタイガーマスクがここで出てまいります。今の韓国アタメの入り方どうですか。いやいいですよ、あのままの形で続いてから、それから韓国でもゲームアップする可能性ありますね。やつのこの韓国アタメに対しまして、ジャンボ鶴田は考えに考えた末、あの相手地獄アタメを考案いたしました。共にスタンハンセンにターゲットを絞ってこの2つの技を出しましたけれども、まあ、フィッシャーマンズスープレックスであります。これが中野であります。今の足技の比較では八つの韓国固めの方が対ハンセン戦では上回りますね。そうですね、完全に相手をね、ハンセンを痛めてましたからね。そこら熱い、また鶴田とそれからタイガー、そしてグランドコブラ、グランドコブラで足を取っての首固めの形になりました。グランドコブラで最後は黒目にありました。お鶴田が珍しい技を観光いたしました。リング上でコブラスイープを打ってタイガーマスクの飛び道具に体を合わせてそのまま展開したわけですね。そうですね、グランドコブラが見事に決まりました。ああいうところがね、鶴田選手のね、テクニシャンという言われるゆえんなんですが、どんな形からでもリングホールに持っていける、ギブアップさせる、もう非常にスムーズで実にスマートですね。そうですね、今のタイムは勝負タイムは12分飛んで1秒。今日はジャンボ鶴田タイガーマスクチームが勝ちましたが、しかし両軍の実力比較というのは8つ、特に中野が大成長を遂げておりますので、この勝負がいつか逆転することも十分に考えられますね。十分ありますね、本当にその日のコンディション次第、試合展開次第ということですね。それだけに大変にスリリングな両軍の勝負でございました。